分岐器、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 とは、鉄道の線路において、線路を分岐させ、車両の進路を選択する機構。アメリカ英語での正式名称は、ターンアウトスイッチ。アメリカでは、分岐器のうち、進路を転換する部分のことをポイントというが、英国及び、英国から鉄道を導入した国々では、分岐器全体のことをポイントと呼ぶ。分岐器は、 一般的に一線の線路を二線、またはそれ以上に分岐させるものであり、下記の四つの部位からなる。一線側を、前端、二線側を後端と称する。専門的には、例えば、男性分岐器といえば、男性ポイントを使用した分岐器全体を指し、男性ポイントといえば、上記四部くらいのうちのポイント部だけを指す。分岐器は、通常、図に示したような構造になっている。 黒線は、ストックレール、基本レール、茶色の線は、トングレール、先端機乗、赤線は、リードレール、紫の線は、ウィングレール、青線は、ガードレール、モリ,リン林機ゴ五輪機乗、オレンジ色の線は、シュレール、緑線は、全体で、クロッシング、米語、フログと呼ばれ、クロッシングを構成するもっとも、先端の頭部が尖ったレールを、ノーズレール、ビタンレールと呼ぶ、 進路変更をするときは、トングレールを分岐側と反対側のストックレールに移動する。なお、男性分岐器では、トングレールとリードレールとウィングレールが一体化されている。分岐器は、通常は、ある一定の方向、本線に列車を進入させるようになっている。これを定位という。また、通常とは異なる方向、副本線に列車が進入するようになっていることを、半位という。 また列車が分岐器の分岐する方向に向かうことを対抗と言い、列車が分岐器の合流する方向に向かうことを背向きという。ノーズ付近に見られる隙間は、車輪のフランジがスムーズに通過できるように設けられたもので、フランジウェイと呼ぶ。摩耗防止とこの隙間による多線へのご侵入を防ぐため高速通過する車両減速を強いられる。このため、 高速運転の多い線区には、下記のノーズ可動式分岐器が多く用いられる。上記のフランジウェイによる問題点を解決するため、ノーズ、またはウィングレールを可動式にして、ウィングレール、ノーズに密着させることでフランジウェイを塞いで、高速通過を確実にしているものであり、主に新幹線などの高速鉄道で多用されている。その場合、ノーズ、ウィングレールは、 トングレールと連動するようになっている。右に、可動式、ノーズ、ノーズ可動クロッシングの概略図を示す。このうち水色のレールが、緑色のレールを軸にして動くことによって、フランジウェイを塞いでいる図では直進の場合のフログの上。異線侵入のリスクが小さくなることからクロッシング部のガードレールが省略されることがある。従来、可動式ノーズは、 新幹線以外の在来線や私鉄線においても北越急行北北線や京成線スカイアクセスなどのように高速通過の多い分岐器を中心に設置されていたが、騒音低減の目的で高速通過を行わない分岐器においてもノーズ可動式分岐器を採用する事例が増えている。新幹線などの高速鉄道において高速で通過する箇所では、さらに トングレールとリードレールを一体化してたわませる構造としているが、基本レールとトングレールとの間が密着、接着とも言うせず、隙間があると高速走行に支障を与えるため、その2本のレールが密着しているかどうかを監視する、接着章先を基本レールの外側に2台ずつ設置しており、分岐器の開通方向を表示する、開通方向表示器をクロッシング部手前、 対向方向のレールの間に設置しており、開通側には黒字に、緑色縦線2本の表示が現れて、非開通側には白地に、赤色の抜印が現れるようになっている。分岐器において、基準線から分岐線が分かれる角度については、角度を直接規定する方式と、両線の開きとそれに要する長さの比率に基づいて、規定する方式の2種類に対別される。 世界的に広く採用されているのは、後者の方式で、日本ではこの比率を示す数値について、番数と称している。分岐器の番数の定義や故障、表記方法は、国によって、次の通り際がある。分岐器の番数は、基準線から分岐線が分かれる角度の代償を示す。もので、片開き、両開きなどといった、分岐器の形状とは、無関係に。 分岐器に用いられているクロッシング、フログの番数を分岐器体の番数として故障する。クロッシング番数は、中心線法を採用し、クロッシング部で接する両機上の基幹線がなすに、等辺三角形の高さ、略図フォーミュラ4と、底辺、略図フォーミュラ5の比をもってす。分岐器類の名称の前に、分岐器で用いているクロッシングの番数を付加し、8番。 片開き分岐器、10番シーサスクロッシングのように故障する。クロッシング番数に応じて、クロッシング後方における両方の基幹線の接線がなす角度、クロッシング角が定められている。曲線分岐器の場合は、両方の基幹線の広角、クロッシング交点においていた2本の接線はなす角度をもって、クロッシング角とする。なお、曲線ダイヤモンドクロッシングでは、 両方の軌道中心線が交差する角度をクロッシング角と読み替え、それに相応するクロッシング番数を故障する。シーサスクロッシングでは使用する分岐器に用いられているクロッシングの番数を故障する。かつて鉄サ番号、鉄サ番号とも呼ばれた。JIS e 1301でクロッシング番数及びその角度は次のように規定されている。ドイツにおいて クロッシング番数は分子を1とした単位分数を比を用いて示す。8番イコール1、8番数はヨーロッパ標準の直角法を用いている。ドイツ連邦鉄道及び現在のドイツ鉄道では番数を含め次の形式で分岐器類を分類故障している。例、E60 から500から1時12分、LFZH 現在のドイツ鉄道で主に 使われている分岐器の例である分岐器故障の XX はレール種類に応じた任意の数字が入る。マターイスが運行するマンハイム、シュトットガルト高速船及びハノーファー、ビュルツブルグ高速線用に開発された高速分岐器には次のようなものがある。分岐器故障末尾の FB は男性稼働ノーズ付きを示す。腹心曲線使用の分岐器は分岐線が青異なる。 半径の曲線を組み合わせたものにしており E60 から7000、6000から1時42分の場合、トングレール部は半径7000メートル分岐器中央部より後方は半径6000メートルとなっている。ドイツ鉄道が開発し1998年に使用を開始したクロソイド分岐器には次のようなものがある。分岐線側の曲線を緩和曲線の一種である クロソイド曲線として衝動及びレール項の低減を測ったもので E60 から14000から1時39分の場合トングレール先端を半径1万メートルとし分岐器中央部にかけて半径4000メートルまで曲率が低増した後分岐器後方にかけて再び半径1万メートルまで曲率が低減するこの特徴のためクロッシング部の番数だけでは 従来の分岐器と規模を単純に比較できない。このうち分岐線側でも時速 220km での通過を可能とした40.15番クロソイド分岐器 E60 から16000、6100から1時40分 15FB はベルリンハレ線、ビターフェルト駅構内においてハレ方面とライプツヒ方面分岐用に2機使用されており、 番数は42番高速分岐器、E60 から7000、6000から1時42分 FB より小さいものの分岐器1機の長さは169.2メートルに達し、ドイツ国内最大の分岐器である。1918年にオーストリア帝国鉄道とハンガリー国家鉄道を承継したチェコスロバキア自代のチェコスロバキア国鉄では、 1970年代まで、角の長さと開きの比率による、番数ではなく、分岐角を直接定める、段階式分岐器。チェコ語、サウストバストプノビッチビハイベック。スロバキア語、サストバストプノビッチビハイビークを採用していた。概要は次の通りである。チェコスロバキア国鉄は1970年代、新規格の S49 レール及び、 R65 レールの採用にあたって、交差角または分岐角の番数を用いた、比率式分岐器、チェコ語、サウストヴァパーマービッチビハイベック、スロバキア語、サストバ・パーマーイビッチビハイビークを導入して、新設計の分岐器を設定した。現在もチェコ、鉄道施設管理公団、スロバキア、スロバキア国鉄両国では、比率式分岐器とそれ以前の段階式分岐器が、 混在している。比率式分岐器における番数はヨーロッパ標準の直角法を用いている。単純分岐器の場合、分岐半径300メートル、許容通過速度時速50キロメートル、または分岐半径190メートル、同時速40キロメートルの1、9、9番分岐器を標準1時12分、12番分岐器、1時14分、14番、 分岐器を設定。また高速分岐器として、許容通過速度時速 100km の1時18分、5、18.5番分岐器を設けた。また、駅構内用として1、7、5、7.5番分岐器、側線用として1、6、6番及び1、6、5、6.5番分岐器を設定した。現行の比率式分岐器の規格は次の通りである。 分岐線曲線半径と許容通過速度については、通過時の横方向加速度が秒速0.65メートルを超えないよう定められている。トングレール、分岐器の分岐部分のレールの後端部継ぎ目部分に、勇管、隙間を設け、ポイント転換の際にトングレール後端部が滑り、移動しながら動作するポイントのこと。対象14年型分岐器や、側線用分岐器などに使用される、 トングレール、分岐器の分岐部分のレールの交担ぎめ部分に、勇管、隙間を設け、ポイント転換の際にトングレール交端部を中心に、して回転するように動作するポイントのこと。50N レール使用の本線用分岐器など、全国的に最も多く使用されてきたが、トングレール交担ぎめ部分での衝撃、損傷が大きいので、使用感線では、事故の断性ポイントにさらがえされつつある。 トングレールとリードレールを一体化して、トングレールの後端ぶつぎ目をなくしたポイントのこと。トングレール後端ブレール底面に切り欠きが設けてあり、トングレール全体をたわませて転換する。男性ポイントを使用した分岐器のことを男性分岐器と称する。分岐器通過時の振動や騒音が抑えられ、通過速度を向上できる特徴がある。直線側は事実速度制限がない。 新幹線や高速列車の多い路線で多く、使用されるが、一般的に他の分岐器より高価となる。在来線では、JR 四国予算線の本山駅に最初に設置され、時速160キロメートルで通過した実績がある。安全側線に設置される、分岐機。乗っ越しトングレールと乗り越しクロッシングの両方、またはどちらか一方が用いられている。 信号を進む時に車両を本線から脱線させるため、信号と連動している点鉄機で転換する。脱線させる側が定位となっており、脱線後に分岐側から戻ることは考えられていない。在来線での分岐器の分岐側は、分岐側の曲線半径であるリード半径、分岐器の強度、乗り心地、分岐器の保守などを総合して、 安全比率を一般曲線より小さい5.5として速度制限が決められる。在来線での分岐器の直線側は分岐器のクロッシングの強度、トングレールの開口、クロッシング部分のガイドレール及びウィングレール、翼レールの背面を圧の限度、保守量の増加などの理由により速度制限があり、高速列車においては 直線で最高速度で走行しても分岐器が存在する通過駅では減速を余儀なくされ、ノコギリ運転と呼ばれる加速や減速を繰り返していた。これについては改善対策が行われており、枕木の強化、分岐器のレールに使用される、ヒールボルトの強化、分岐器の下部に設置されている、床板の強化、車輪及びレールの保守限度の見直しにより、 従来の制限速度である時速 100km から時速 120km に上げられており、通過駅での減速をなくして、表低速度の向上が図られている。分岐器を操作する装置を電鉄器と呼ぶ。電気指令によって、本体内部にある制御リレーと回路制御器が作動し、その後モーター内し空気シリンダーが動作して、それを動力源として切り替える。 点鉄機で一箇所で集中制御する際に用いられており、震度の状態を表すには信号機が用いられる。構造としてはレールを切り替える転換部と分岐器を列車が通過している間に、点鉄機が転換しないように鎖する転換差上部とで構成されており、前車はモーターからフリクションクラッチと減速歯車を介して転換ローラーにつながり、 そこから動作管とスイッチアジャスターロッドとスイッチアジャスター介してダイバー、点鉄棒でトングレールに接続されており、後者は転換部からロックピースと左上管を介して接続管につながり、それがトングレールの先端にあるフロントロッドに接続されていい。また、手動で転換できるように点鉄機本体に手回しハンドル穴があり、 手動で完全に転換してその後に作業状態になった時に手回し完了表示窓に矢印の表示が出るようになっている。また、電気点鉄機の種類としては NS 型と G 型のほか、本線以外の側線用に YS 型がある。素早い切り替えが要求される。走車上等では圧縮空気を用いる電空点鉄機がそれ以外の場所では モーター式電気点鉄機が使用されている。積雪や凍結によってトングレールの固着やトングレールによる氷雪界の挟み込みを防ぐため、陶器はポイント部に下から火を当てたり電熱器を使い凍結や着氷を防ぐことが積雪のほとんどない地域をいて行われる。また、積雪地では代わりに温水、熱風を用いた融雪装置を設置する。 北海道や東北地方のほとんどの駅、信号場では、点鉄機部分にカバーを被せたり、防雪シェルターで覆ったりしている。北海道新幹線においては溶かした、すすがほどなくしてサイドを凍ることから、空気ジェットにより、トングレールに挟まった氷雪を吹き飛ばし、氷雪階の挟み込みを防いでいる。現場で手動で切り替える、点鉄機であり、その動作方法によって3種類がある。 主要な手動点鉄機には点鉄機標識が設置される。進路の状態を表すのに標識、またはランプを用いるものもある。以下のものは厳密には一線の線路をそれ以上に分岐させず、分岐器ではないが分岐器の一種として扱われることが多い。世界的に規格がまちまちであるため複数の方式が使用されている。日本におけるエイジティは、 1983年に当時の建設省、運輸省の指導による統一規格、標準型新交通システムが策定され、案内方式は速報案内方式が標準となっている。このシステムでは水平稼働案内板方式による分岐が使用されている。車両側には各車両下部にある台車から案内バーが左右両側に伸びており、その先の上部には ガイドウェイの案内機場を走行て、転動方向を規制させる案内輪。下部には分岐で、進行方向を変えるために使用する分岐案内輪が取り付けられている。案内輪は、走行軌道、ガイドウェイに沿って両側に設置された H、または I 傾向による案内機場に、車両の両側にある案内輪が走行することで、走行中の車両の転動方向を規制して、 案内する装置であるが、車両が分岐場所を通過する際には、案内機場の一川を離さなてはならない。地上側の分岐場所には、二つの稼働案内板と固定案内板が、ガイドウェイの両側の案内機場の元に設置されており、稼働案内板が電気点鉄機で稼働することによって分岐器の役割を果たす。車両は稼働案内板に、 車両側の左右どちらかの分岐案内輪が入り込み、その後、固定案内板を通過することによって、車両の進行方向が選択できる。すなわち両側高速の案内機上を離れ、一時的に片側のみを高速することによって分岐するのである。川崎重工業と開発した独自の企画、SS トラム、札幌方式ともであり、南北線と東西、 東方線で規格が異なるが、いずれも中央案内機上方式を採用している。このため、向きの違う案内機上2本を付近させて、震度を決定する上下式を中心に、基地内などでは、トラバーサー上に複数の震度の機上を設定し、トラバーサーを動かして、震度を決定する飛ーサ式を採用している。モノレールや HSST も鉄道に分類され、 その線路には分岐がある。小座式の場合は、上記までの2本のレールや、ガイドウェイを使うものに比べると、モノレールの軌道は1本で、車両重量全体を支えるために、幅が広く重量が大きく、また、その構造上、鉄軌道のそれのように輪立ちを乗せ変える方式ではなく、軌道をつなぎ変える方式となる。主な方式としては、関節式と関節可藤式がある。 前車は一つの分岐器を使用して軌道を転鉄させる視点よりそのまま曲げる方式で乗り心地は悪くなってしまう。そのため本線では使用されず乗り心地を追求する必要のない車両基地内や側線への分岐点で使用される。後者はいくつかの短い桁を組み合わせ軌道を転鉄する方式でそれぞれの桁は関節で接続されているため車体の振動が 間接式と比較して極力少なくすることができる。また、構造上分岐の形式は通常単純な複数方向への分岐か、シングルクロスが多いが、東京モノレール羽田空港第2ビル駅のようにダブルクロッシングを設ける例もある。このほかアメリカニューアーク空港のエアートレインでは反転する軌道の上下にそれぞれ定位と半位の軌道を設け、回転させることで軌道を切り替える。 分岐器を採用している。常電動リニアの一つである HSST では、軌道の設置方式にダブルビーム型とシングルビーム型があるが、現在実用化されているシングルビーム型では、構造上モジュール、台車に相当が軌道を抱き込む方式となっているため、小座式モノレールと同様の関節式、もしくは関節可動式の分岐器が採用されている。 検水式の場合は、鉄軌道のトングレールとリードレールに相当する T 型断面の可動レールが点鉄させる視点を中心に可動して軌道を点鉄する方式を採用している。案内車輪を誘導するレールを用いる方式の場合、分岐器が必要となる。普つトランスロール車のトランスロールにおいては、それぞれ分岐器中央部交単よりに視点を持つ日本一組の 案内機場がずれ進路を構成する方式や小座式物レールのようにポイント先端部に支点を持つ一本のレールをつなぎ替える方式が用いられている。また、クロッシング部ではターンテーブル上の線路を用いて進路を構成する必要がある。ボンバルディアトランスポーテ、ションの TVR 方式においても同様な分岐器が用いられているが進路でない軌道が一部カバーに隠れる。 構造となっており、支持方式の構造上クロッシングにターンテーブルは用いられない。ケーブルカーでは、ちょうど中間地点で行き違いをすることになるため、その前後に二股を設け、進行方向によって、互いに別の側に入るように配線する。左右の車輪の片側は両フランジ車輪、もう片側はフランジなしの厚みのある車輪という特殊な構造を使用することで、 分岐器に可動部をなくしたものがよく使われる。超電動リニア、JR マグレブの山梨実験船では、各種方式の試験の結果、モノレールの間接可動式に類似したトラバーサ方式を採用している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。